そもそもデビューした時は彼は確か左サイドバックだったはずです。今日の放送席ゲームの解説は元日本代表の戸田和幸さんです。試合全体の印象はいかがでしょうか。いや非常に締まりがありまして見応えが多くて、はい、でホームチームがすごく良い形でゲーム進めてましたから、はい、チャンピオンがどのように振る舞うのかなと思って後半も見たんですけど、はい。